今回は簡単で可愛い韓国風の立ち上げ前髪を作っていきます。モッタサンドの夏夜ヘアスタイリストの田野が解説いたします。今回は忙しい朝でも簡単にできる方法なので、ぜひ最後まで見てみてください。寝起きの根元が潰れてペタッとしてしまった前髪をふんわり綺麗な韓国立ち上げ前髪にしていきます。この動画ではドライヤーやコテも使って作っていくのですが、忙しかったり面倒な方は濡らしてピンで留めるだけで前髪が立ち上がるので、ぜひ真似してみてくださいね。こんな風に根元が潰れて分かれてしまっていると頭が四角く見えてしまうので、綺麗な立ち上がりをつけて綺麗なひし形にしていきましょう。そうすることによって小顔効果も狙えますよ。まず前髪を濡らしていきます。濡らす部分は毛先中間ではなく、しっかり根元から濡らすようにしていきましょう。スプレーヤーがない方は水道で水を手に取って根元地肌を濡らすようにイメージしていきましょう。次にピンを使っていきます。2から3本用意しておいてください。種類は何でも大丈夫です。前髪を2から3パネル縦のスライスで留めていきます。根元の付近にピンを立てると髪の毛がピンと上に立つように留まります。ピンの向きには特に気をつけてください。横向きではなくピンが立つように立てて留めていきましょう。毛束を持っている手を離しても毛束がピョンと立つように前髪をしっかり立ち上げて垂直に立ててピンを留めておきます。ピンを留めた根元をめがけてドライヤーで温めていきます。最後に冷風を当てるとより綺麗に仕上がりますよ。ピンを外すとこのぐらいにしっかり根元が立ち上がっているので、ブラシや手ぐしでしっかりなじませましょう。前髪が立ち上がったので毛先に流れるようなカーブをつけていきます。ストレートアイロンで今回はやっていきます。アイロンの温度は130度から150度で設定してやっていきましょう。ストレートアイロンの向きは横向きではなく縦向きに使っていきます。横向きだと髪の毛の毛先が跳ね上がってしまうので、綺麗に後ろを流したい方は縦向きにアイロンを持ってやっていきます。ストレートアイロンは構造上内側のプレートの部分しか熱くならないようになっているので、おでこのやけどが不安な方はカールコテじゃなくストレートアイロンでやることをおすすめいたします。前髪にカールがつくと柔らかい印象になるので、お時間があればぜひカールもさせておきましょう。最初にしたピンの後のドライヤーの工程も、面倒な方はドライヤーをせずそのままお化粧やお食事をしている間に根元も乾くので、それだけでも根元の癖づけができるので、ぜひ試してみてください。ここで皆様に一つお願いがあります。このチャンネルでは表参道の美容師がショートヘア、ショートボブ、ボブを毎日楽しむための有益な情報を週2回、月曜日と金曜日に掲載しております。チャンネル登録をしていただけますと私たちの動画を作る活力になりますので、チャンネル登録をされていない方は画面下の赤文字のチャンネル登録ボタンをぜひ押してください。よろしくお願いします。